人形たちのその一言で水着にされ、砂浜に集められたスノーと人魚姫は夏の日差しの中で暗い顔をしていた。思いつきでサメ映画撮影だわ。以前ミステリー映画を撮ったわ。とても悲惨だった。ため息をつく二人の横では、同じ理由で召集された赤ずきんが、サメさんと遊べるんですか?と無邪気にはしゃいでいる。彼女たちから少し離れた場所では、カメラマン役を仰せつかったハーメルンが淡々と準備をしていた。特撮ですか。CG の方が良いのでは。カメラの拠点に経緯を払い、初めは手作りでいこうと思いますね。初めということは次があるのか。さあ、私は美しい映像が撮れればそれで十分です。今回は監督が暗記で脚本が疑心。前回と逆ね。でも悲惨な予感しかないわ。どうしました？みんな楽しく遊びましょう。歯医者にはケイと弔いを。本番に来ます。サメロボットを海へ。疑心の号令に従い、カメラマン兼力仕事係のハーメルンが美しいフォームでロボットを海に投げ入れる。さあ、海にぶつかる彼氏ロボットアメよ。御殿の恐怖に従い、以上襲うのだ。監督の命令とともにロボットが潜水する。そしてバチッと嫌な音を立てた。海水用の処理はしたのかしら。手作りなので。悲劇ね。人形たちの失態に嬉しそうに微笑む人魚姫の前で、サメロボットは静かに海の底へと沈んでいった。